死ぬより恐ろしい疾患である認知症。脳の健康の悪化は認知症の原因。脳を活性化させる有益な運動。ジャグリングは認知症の予防に進まれてきた。本当に役に立つかどうか実際に挑戦してみよう。4週目のトレーニングです。もう1ヶ月が経ちましたね。この日は出力が落ちている気がしましたが、ボール3個のジャグリングを身につけるために最善を尽くしていました。クォン・ヨンジョさんはもう1周をできるようになった段階、クジャスンさんは姿勢を正す段階に突入。すごく安定していますね。잇몸의움직임을그감각자체를많이좀익숙하도록해야될것같아요그룰자체가머리에베껴져야만이되는데그걸생각을하면서하다보면은잘될것같습니다되니까너무재밌죠그리고아주기분도좋고근데세계처음에는진짜무너질줄알았는데하다보니까되더라고요에이연습잘해야죠5週目のトレーニングです。もう少し難しいことを習ってみました。どのぐらいできるようになったのか中間点検をしてみましょう。3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Wow! 자, 시작. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 패스. 시작. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 오케이. 보시면 네. 할머니뭐월요일마다뭐하러가세요그래서내가저걸린병으로가지그랬더니 저는솔직히막어떻게던지지도못했는데지금그래도어느정도던지게되니까아이렇게하면내가이걸진짜잡으면잘할수있겠네最後の8週目にはお二人のジャグリングプロフィール映像を撮りました。제특기중에하나인저글링을보여드리겠습니다감사합니다이요이요니지検査の日です。天気もいいですね。前の一次検査に比べて余裕が感じられます。お二人とも真剣に検査を終わらせました。果たして一次検査と二次検査はどのような変化があるでしょうか。脳の発達のほど、老化のほど、安定度が判断できる指数です。お二人とも一次検査に比べて指数が上がりました。休憩状態、注意力状態、
出力状態をコントロールする能力を示す指数です。これもお二人とも指数が上がりましたね。脳の覚醒ほどと病気、ストレスに対する抵抗力を表す指数です。驚きです。だいぶ向上していますね。70点以上あれば対照的に判断することができます。お二人とも健康な状態を維持していらっしゃいますね。いろいろなことを総合してみたとき、脳の機能が良くなったと見ることができる数値です。ジョグリング꼭ジョグリング의효과라는건아니지만두분다전반적인뇌그지수에서점수가향상이되시고워낙에연세에비해서건강하신분들인데그두달동안에그건강을유지하셨을뿐만아니라점수대가상당히높아지셨습니다그래서두달동안에아마이저글링을열심히하신것도뇌건강을이렇게향상시킨중요한요소가아닌가이렇게생각이되고요저글링이라는것은특히어르신들의뇌활동에도움이되는이런운동이기때문에치매예방이라든지뇌건강향상을위해서굉장히필요한운동이아닌가이렇게생각이되고저는이결과가차이가없으면어쩔까오히려더안좋아지면어떨까큰걱정을했는데기우였습니다실제로수치상으로분명히좋아지신것을확인을할수있었습니다아저글링을성공하고나니까너무좋죠진짜이거못할줄알았는데내가저걸할수있을까했는데솔직히열심히마음으로이건해야되겠다생각을하다보니까아되더라고요그러니까기분이아주좋죠수면이항상부족했어요하루에뭐한두시간이상자는게참힘들었고손동작을자꾸해서그런지는모르겠지만뇌가좀맑아지는것같고제가수면이한시간이상늘었어요저글링배우기전보다지금후는확실히제몸이개운해요그리고이저글링하면서자세가참내가바르게된것같아요제가저글링시작전에는이머리가참뒤하고무거웠습니다보니까이뇌파의그파가많이내몸여기구석구석갖다전달을한것같아서그러다보니까머리가좀많이맑아졌어요그래서야이저글링이야이게좋은거네지금우리손자손녀들한테도정말그래적극적으로제가가르치고있습니다시청자여러분들도이저글링꼭한번배워보세요정말좋아요제가이렇게말씀드린것을다듣고아실겁니다여러분들도한번저글링을손에잡고한번해보시기를권합니다